はい、大丈夫です。今回、アツがクラファンやるってことなので、ちょっと俺も内容とかも全部分かってないですけど、何かできればと思って、説明してもらってちょっとでも助けてもらおうっていう感じになってるので、とりあえずアツからなぜまずクラファンを始めたのかっていうところからちょっと説明してもらっていいですか。はい。今回クラファンを始めた理由としては、やっぱりこの共生社会を、作っていきたいというところで、やっぱりこの障害者と一緒にっていうところをまずメインターゲットとしてやり始めて、そこにこう農業とアスリートっていうものを掛け合わせて、その三軸の中で一緒に共生社会を作っていくっていうところではスタートしてるんですけども、この3人で始めた中に中澤くんという現役の今、ロービジョンフットサルの、今日本代表の候補の選手がいるんですけども、障害者っていうところでの、見方っていうのはやっぱ中澤くんをしっかりと知る前と後では全然違う形になってきているので、そういったところでやっぱりこの障害者に接する機会っていうのがものすごくこう普通に生きてると少ない中で、やっぱりそこで一緒に同じような社会で生きていく上で、同じ方向を向いてやれることは何かないかっていうところで今回のクラファンをやらせてもらって、クラファンのその後の展望というか、後々はどうしていきたいのかなと思って、今回はまずクラファンの、大前提として、まず僕らリフィオという、活動しているというものを認知してもらうというところのところをまず、クラファンを通じて、知ってもらって、その中から、リターンの中に、コミュニティ参加権というものをつけているので、そこでこう限定グループの中でこうこれからの活動を一緒に盛り上げてくれる方を募っていって、で今年の最後にはイベントをサッカーのイベントを行って、しっかりこうオフラインでも触れ合える場を作りたいなと思ってます。それってどっから入っていくの？あ、ページはスポチュニティっていうあのクラファンサイトがあってそこから入るんですけど、スポチュニティ、はい、僕のインスタグラムとか、タタラさんとか中澤くんのインスタグラム見てくれれば、あの、そのページとかがリンクで貼ってあると思うので、そこから飛んでもらえれば見れます。了解です。スポーチュニティ？はい。スポーチュニティに検索して、リフィオ。リフィオ。あの、FIO。 ああ、それを検索したら大丈夫ってことね。そうですね、それで検索してもらえると出てくると思います。クラファンはいつから始めてんの？今回28からスタートさせて7月の17までです。目標金額が200万円です。協力してもらうのに一番下が、下っていうか、安いっていうか、なんて言えばいいの？一番下は3000円からのお礼メールっていうのがありまして、僕たちの本当に、あの、感謝のメールがリターンっていうことで3000円からがありまして、おすすめのリターンだけ紹介していくと、まず一番今人気が出てるのが、トウモロコシ。で、これ石川直さんのところで作られているトウモロコシなんですけど、生でも見られるトウモロコシで、今、一番、あの、数は出てますね。特別支援学校や盲学校などに、ボールを寄贈できる権利っていうのがありまして、1級、3級、5級っていう中から選べて、で、値段もそれなりか、1万円と、2万5千円と4万円。それを、寄付していただくと、僕たちが特別支援学校などに行って、イベントを開催するっていう。お米ですね。原農薬、有機栽培のお米があって、体にいいお米、なるべく農薬を使わずに有機栽培で
作られてるお米っていうのもありまして、それも最近値段がちょっと値段も変えて、皆さんリターン買いやすい値段に少しでも近づけて、うん、ぜひリフィオメンバーとしてはお米を買っていただきたいと思っています。一番高額なのが、高額なのは法人向けのコースがありまして、うん、それが一番高いのだと50万円ですけど、それはまあ、プラチナスポンサー様へっていう感じで、うん、まあ、リフィオのシャツにロゴを入れて、うん、で、うん、まあ、企業様のところに行ってウォーキングサッカーのイベントをするっていうあります。はい。その下になるとゴールドスポンサーの20万円、うん、シルバースポンサーの10万円っていう感じに法人向けもあります。ありがとう。詳しくはじゃあ検索してほしいってことだよね。はい、はい、見ていただければね、嬉しい、ね、まず見てくださいってとこだよね。でもね、はい、ね、え、すげえ難しいね。結構コメントが、言葉選びがすげえ難しい。なんか変なこと言っちゃったらごめんね。言ってよ、ツッコんで。大丈夫です、はい。いや、失礼なこと言ってたらごめん。中澤くんはあれでしょ？今、何？ワールドカップかなんかがあるんだよね。違ったっけ？来年23年に世界選手権が、そうです。あ、来年だった。はい。この健常者との違い、はい、とかっていうのは口頭じゃ説明できんの？できる？そうですね。僕自身、先天性の視覚障害者ではなくて後天性で、7年前に視覚障害者という形になりました。で、まあ、7年前の高校2年生だったんですけど、突然難病に襲われて急に視力が 1.49 落ちて、今の 0.01 っていう状態になったんですけど、なので、見えてる自分と見えなくなってしまった自分の両方を、まあ、知っていて、まあ、見える前もサッカーはしてたんですけど、やはりサッカーがやりたいってなったら、どこでもサッカーできる環境ではあったんですね。まあ、地域の少年団であったり、部活動であったり、クラブチームであったり、まあ、地域にはたくさんサッカーするスポーツ環境があったんですけど、実際に見えなくなってからサッカーがやりたいってなっても、なかなかサッカーをする環境はまずなかったのがまず現状でした。どこ行ってもサッカーできなかったりとか、やはり知り合いに聞いても障害を持っているっていう理由でサッカーをやらせてもらえなかったりとかしていたので、やはりなかなか障害を持つ人たちのスポーツ環境っていうのはまだまだ日本は乏しいのかなとは